業界としては、会員各社がですね、少しでも変化を先取りできるように、あるいは、無駄な動きをせずに、事業活動が効率的に行えるように、それと、先ほど経産省からもお話がありましたけれども、直面する課題に対して必要な、環境整備、そういったものはどんどんお願いするということで、会員各社が事業を運営していくのに非常に動きやすくできるように、主従の情報を提供していきたいというふうに考えています。で、これも先ほど述べましたけれども、工業界の設立理念は調和と発展による世界への貢献並びに、共生と競争、この2点です。で、会員各社と連携しながらですけれども、国内の研究メーカーが、先ほど冒頭述べた持っている優れた、商品、技術、サービス、そういったものを、グローバル社会の価値の創生に、役立てるんですね。その対価としてやはり日本の建設機械はすごいと言われるように、そのプレゼンスを少しでも高めていけたらなというふうに思っております。